3、2、1、ゴー。さあ行きましょうか。今回ちょっと悪いラナちゃん使います。よいしょ。ちょっと挨拶だけね、次のレースからやらせてください。挨拶するの忘れてました。はい、よいしょ。悪鼻でね、うわー、この悪鼻最強と言われるこの環境で使ってみたら絶対1位取れるんじゃないかってそう思ってね、今回悪鼻使います。悪いじゃ、花ちゃん。よいしょ。そして、この安定感。ダルメシアンを取るようなイメージで。メダル。さあ、インコース切り込んでいった。で、花ちゃんバギーがね、ウルトラミーター方があんまたまらへんのな。おら、ガキ。よいしょ。俺が強いの分かっててな。まあ、でも分かってないかバレてないと思います。よいしょ。さあ、ここコイン回収で。トマト？マキシマダッシュか。了解了解。さあここはちょっとグライダーショートカットいきます。ホゲゾー入ったな。これ交換でいいな。キウイやから、キウイなんで本当に。ブロックの上を走るショートカット、よっしゃー。キラー、ロンキラーいるつもりか。ここでキラー使った、ロンキラーやで。ここでさあロンキラー入れたか。さあ各自、さあテレサ早く使いたい。雷チャンス、テレサ雷チャンス。雷回避入りそうな予感です。匂いをプンプンします。カメラ回避の、ダメか、ダメだ、匂っているだけだ。ダブライトマックス泥棒やつ、泥棒です。さあ最後はニスクいきます。よいしょ、いったか。 SS 取らせろ。うわー、もうダメだ。あいつら場外でゴールしとる。やるじゃねえか。お、レート高いよこの部屋、めちゃめちゃいいぞ。マリオの世界で勝ちたいやつはマリオ勝て、やっていきたいと思います。絶対に勝つよ。陽介と申します。今回ですね、悪い字使っていきたいと思います。いつもね、静江さんとか使ってるんですけども、この強いキャラクターを使ってね、今回マリオカートを挑ませていただきますよ。はい、まあ、でも静江さんでもね、通用してるというか、その静江さんなりにいいとこあるんで、やっぱり曲がりやすいだとか、悪い字とかやったらもう基本的に速いっていうのはあるな。やっぱり通常状態で割と速いっていう。で、ここのアイテム取れないのは痛い。もうほぼいいアイテム出るからね、大砲は。最高は絶対にない間取ってください。さあここはフラウアーといったところか。ならばちょっとコイン回収とかね、考えていきたいと思った先、宇宙開発。はい、ありがとうございます。この宇宙空間への提出ね、ありがとうございます。光栄に思います。何が出た、よいしょ。さあキラー来い。おっと、スターとマキシマムダッシュ、ちょっと使いづらいアイテム来たな。このパワフルダッシュキノコというのがね、非常に弱いですよね。使いにくい、交換できひんもん。捨てるボタンがあったらいいねんけどな。途中で捨てるとかあったらいいけど、ないもんね。それが痛すぎる。よいしょ。うわー、ターボ逆に良かった。よいしょ、もう何度でもなるわ。よいしょ。さあこっからどこまで泳げれるかやな。よいしょ。悪い字ならばこっからでもいけるだろうか。行きましょう。さあ雷来い。オッケー、注文通りですね。さあダブルアイテムボックス交換で行こうか。別に回避が出てもいいわ。ここは自分のタイミングで雷打ちます。よいしょ、ゴローン。陶芸像キラー、オッケー。雷で結構前詰まるんで、で落ちてるキノコとか総取り。さあキラー入ったな。キラー入ったりして、おっと相手も現状、おっとキラーじゃなくてサンダー。なんでキノコ、なんでキノイチな、弱すぎん。なんでキノイチ弱すぎん。よいしょ、今のタイミングでキノイチは勘弁やんな。せめてスタイ起こすよな。さあこれ大砲ラストチャンス。こっちわざと間を開けていくしかないね。ダブル絶対欲しいから、キラー来い、お願いします。なんでやねん、順番逆が良かった。ロングキラーやのに、ここのコイン2枚目でいけば順番逆が良かった。マジで早く早く早くキラー使わせて。よいしょ、いけー、ゴールまでこの急カーブを高速でー、いけー、3位浮上。よく頑張った、なかなか頑張ったよな。序盤やられたけど、雷引いたりしていろいろやりましたからね。おっと、チンタラビーマさん指定席に入っておりますね。3、2、1、ザ・ゴー。さあ行きましょうか。今度は逃げの手に出ますよ。さっきはね、結構その大砲とかで焼いても出るステージだったから追い込みが決まったけど、俺がサンダー引いたから、俺自身がサンダーとなったんで確定サンダー回避やったから行けたんですけど、やっぱりね、普通のステージはああいう追い込み効かへんからね。やっぱり
毎回毎回その追い込み効くステージではありません。はい、ちゃんとその追い込み効くステージだったら全然先みたいやられちゃって大丈夫です。おー何それなお祭り気分ってわけか。どうでしょう、お祭りやったな。ちょっとな、ここメダル、あーないか、メダルがもう取られちゃってたな。あーちょっとお祭りで結構後方下がってもたからな。赤ゴーラーかましとくわ。次ダブル取りたい。メダル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 、よし。さあここでよいしょよいしょ、やばいトゲトゲに跳ねられそう。さあここでちょっとモンストと勘違い。さあキラー入った、キラーの注文が入りましたね。やるじゃねえか。さあ稲さらがキラーで上がっていった矢先、俺は赤ゴール退場と、自主退場願います。インコースよいしょ。ほらウルトラ見たもたまらへんのな、なかなか花ちゃんバギーやから。さあキラー、こんな狭いところキラー使わんとって、こんな狭いステージで。さあ前のミドルゴーラーの人チンタラ走ってんな、おいけガキゴーラーな。あよいしょ、チンタラ走って人に当てるって一番腹立つよな。ちゃんとやれ、真面目に走るよ。よいしょほらキノコ、よし。さあこれ最後のショートカット使います。これキノコ残すわ、これ多分キノコ出なかったら終わりやから、キノコ残しでいきます。1回2回赤ゴーラはしょうもねえな、こら。うん別にいいしね。3、2、1ザゴー。さあミラーのマリオサーキットやな、だからグライダーショートカット逆に最後逆になるからちょっとイメージしづらいかなと思います。ちょっと難しいイメージが。一回ぐらいだ、ちょっと一回行ってみたいな。よいしょ、どうしたらいいかな。この次のコーナーか、ここで外巻く、どこや、あここで外巻くんか、了解了解、意味わかった。おおすごいすごい。でここがノーアイテムショートだったらこういう感じか、タイヤが邪魔で力が出ない。まあこれちょっとアイテム取りに行こうか。 OK、さあマイファイヤーボールで誰も滑れないでいく。さあクラーク、よし。さあ後ろにファイヤーボール打ってきていたりするが、チンタラビーマンさん後ろ、よいしょ。でこれキノコちょっとあれやな、グライダーショートだったら一気に前まで行くわ。よし、ガローンしてからのジョーク、気にかかっちゃった、しかもなんかやられたし。よいしょ、うわうわうわ、これやばいやばいやばい、多すぎる、なんかいろ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 多い、どうせよね、もうだからなんやねん、多すぎるいろいろと、その武器持ってる人が、真面目に走ってる人がおらへん、みんな武器やもん。よいしょ、ちょ雷食らったら嫌やから使っちゃったわ。よいしょ、さあ最後のチャンスです。ダブルデボックス、なんかいいの出ろ、おっしゃ来た、うわー誰やこんなところで、最後しょうもないサイコッペしたやつ、どけー、よし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 。ちょっと変なやつ多かったな今回、絡まれたわ。3、2、1ザゴー。さあチーズランダーズ、さあこれみんな止まっていくか、おーみんな止まってんな、赤ゴーラで腹いせ、なんやこいつら。よいしょ、さあここでみんな動いた、一斉にスタートです。ゲートが開きました、第二部隊です、第二部隊のゲートを開いた。よいしょ、さあ行きましょう、どんどん前々に張っていきます。このまま持ち越しでいいからな、別にこのまま持ち越しでいい、まあ、どうせテレサで取られるけどな。裏にスター隠し持ってるっていうのがこれポイントなんですよね。走るとこまで走っていきます。よいしょ、普通に走るだけで結構ほらもう早いからね。よいしょ、ジャンプアクション、あかんこれちょっと曲がりきれてへんぞ。よいしょ、さあ1個使っちゃったけど、まあいい、スターさえ隠し持っといたらなんとかなるから。さあ2度差持ってるやつもおるが、当たるなこれは、やつがチンタラ走ってるからしゃあない、これはやつが悪い、そんな俺ちゃうわ、そんな俺真面目に走っとんのね。これ交換で、よいしょ、多分いいの出るわ、えへへへ、赤さまはダメだよ、
赤さんはダメ。ちょっともうちょいゆっくりいくわ。ぽいぽいぽい。よし、おっしゃー、来た来た来た。このセット待ってましたよ。でそろそろ雷バリーン来てもおかしないからな。それが怖いところ。さあここで昨日にお残しできるか。雷やめろよほんま。え、使うわこれ。よし、切り込もう。ちょっとでも前前、よし、このセットでいきます。やめなさいよ。ダブルでバックス交換、雷落とせ。おっしゃ、無敵セット、スーパー無敵セット、無敵保証入った。今だ。うわー、ゼレスト使ったのに無敵保証なってない。まあいいや、どうせスター使うから一緒か。上空です。インコース切り込んでいった。2位か、惜しいな。最後惜しかったっすね。いや、もうちょいやった。十分十分。スリー、ツー、ワン、ザ、ゴー。さあ、レインボーロード、ちょっと自然さんに変えました。はい、自然さんでどこまでいけるかどうかやってみる。さあ、レインボーロード、悪いで早いな。やはりここで差が出ちゃうというね。ショットの直線だけで。さあ、ここは SS 取って巻き返していくが、逃げの手に出れねえんだよな、悪いで早すぎて。レート高い部屋っていうのはそういうもんなんですよね。前が速すぎて逃げられへんの。逃げたくとも捕まってしまうという、そういう世界。静江さん走りが軽いな。めちゃめちゃ軽い、使ってて分かるわ。悪いでめちゃめちゃさ、重量感が走ってて。いや、ブーメランに感動された。よいしょ。さあ、なんかすごいブーメラン使い女。特大ブーメランか、あいつは。ほら、ブーメランを後ろに投げるという、特大ブーメラン。おー、アイテムスルーしていった。よいしょ。ファイヤーボール。ここは右に避けて。危ねえ、奴のバナナ食っちゃうとこやった。さあ、前赤ゴーラです。ウルトラミターボで差し返せ。よっしゃ、緑、豆ご飯でかい。よし、これ防御重視でいこう。よいしょ。さあ、トゲゾートが行くのか。え、ここ防御やな。防御やな。2位狙おう、とりあえず。タージマハルさんを出し抜く最後の最後で。ファイヤーボールで。さあ、インコを攻めすぎた。インコ買ってきます。さあ来い。おっしゃ、これが俺のスカンダー回避だ。よいしょ、そのために落ちたんです。あ、ダメだっていう言い訳が通用しなかった。うわー、これちょっと認められません。スリー、ツー、ワン、ザ、ゴー。さっきなんでね、落ちたかっていうと、悪い位置のラインで行ったからです。はい。またで、その、しずえさんは曲がりやすすぎるから、逆に、悪い位置のラインで、インコースつこうとしたら、逆にもう落ちていくんよな。だから、キャラ変えて一発目っていうのはああいうことがあります、やはり。曲がりの角度が違うんで。よいしょ。いつもね、使ってキャラやったらわかるんですけど、ちょっと悪い位置をね、ちょっと、ずっと使ってからの水泳さんだったんで落ちてしまいました。はい、行きましょうか。おっと、赤ゴーラ、これはちょっと意図的に狙ってきた感じかな。しばくぞ。よいしょ。さあ、ここちょっとメダル復活もあって、よし、どいとくか。よいしょ、どいとくかとか言ってない。はい、テレサ発動させます。テレサを持ち、うわー、意図的に当たってきやがった。でも荒いな、運転が。どうしよう、コインが0枚になっちゃった。ほぼコイン探そうか。まあ、今回一応候補からになっちゃったな。コインを2枚と。でダブルアイデンバックスいきましょう。キラーとか引けると思うんで、ワンチャン。雷後ろかな、俺が引く可能性ある。うん、そうやねんな、この距離だったら俺が引く可能性あると思って思いましたよ。で雷隠し持っといての、うわー、ダブル取れなかった。もう使うわ、腹立ったもんな。あ、ダブル人が取ろうとしてんのに、もう腹いせいじゃん、そんなん。食らっとけ。でロゼッタが雷回避入っちゃったけどな。あんましゃあない、それはもう。腹だった。よいしょ。俺割れないし。ダブルの前で止まってる人間おったから、さすがにもうそれは取らせねえだと思ってな。奴らを、兵法が仲良くスライドしてんな。うわぁ、ファイヤーボール引いとんな。これダブルでいいと思うよ。多分いいアイテム引ける。よいしょ。おっしゃー、ガコン、インコース。よっしゃ、さらにもう一回嫌でも引き抜きましょう。トゲトいってる。うわー、誰、やばい。せめて3着残したいな。3位でいいぞ、もう前離れてるから。どうせ、おー、宇宙開発。そしてボコボコに。大佐ありがとうございました。宇宙開発入ったわ。
よいしょ、宇宙開発です、おめでとうございます。逆におめでたいからいいか。3、2、1、ザコーさん、悪い字戻りました。俺を怒らせたな。よいしょ、もう宇宙開発しないぜ。早いな、しかし早い、スピード感がすげえ。悪いじゃ、ほら前行けんもんな。これ風もらえば一着やぞ、ほら風もらえば一着や。おっしゃー、さあ前逃げの展開、ここも前逃げ有利、まあ、あとはトゲゾをどうこなすかって感じやけどな。ジャンプアクションは入らないでいく。さあ後ろの人たち、キノコ、まあ、ダブル防御からね、非常にいい展開ではあります。よいしょよいしょ、さあ犬に引かれんなよ、そのワンワンに。よし、うわー、どけー、生ブーメランやめろ、それ腹立つわほんま。赤ボラいったな、ナイスナイス、直撃しとけ。あーブーメランか、まあトゲゾ行くやろ、別にトゲゾ行く、トゲゾ行く。コインが4枚っていうのはちょっと寂しいけどな。よし、さあバナナが後ろに引っかかったという報告、ウルトラミターを、よし、でかい。あ、なんや、誰か攻撃してきたか。ダイブライトバックス効果いきます。トゲゾーは注文が入ってない、トゲゾーの注文が発注ミス、誤発注だ。誰や、トゲゾー注文入ってないやつ、誤発注やぞ、はっきり言って。うん、誤発注入りましたね、注文ミス。はい、3、2、1、ザコー。さあ前逃げの展開、さあさあ風をもらって、はい、これが得意技。そして赤ゴラ装備することで、もうやつらはもうキャーってなってるからね、やつ赤ゴラ持ってやがるみたいになってるから、それ待ってました。ここで何が来る、ビッグスナイプ。よいしょ、大きいスナイプを決めていこうとしたが全然ビッグスナイプならへんかった。よいしょ、さあ赤ゴーラ持ってんな、これ相手の交換間際に打ってくるパターンのやつや、これ、ここでここで打ってくるぞ。はい、ドーン、テレサとのコンビネーション、やおちょうか、ほんま、なんでそんな、はいどうぞみたいな感じでテレサがさ取っていってんけど、普通はあいつら赤ゴーラ奪われるべきやろ。ちょっと飲まれんなよ、まだまだ大丈夫やぞ、一発から、もうだからやめて、そのまたコンビネーションしたらしばくぞ、さすがに。はい、うわー、容赦ない、うわー、めちゃめちゃや、キラー来た、これ使います。よいしょ、もう早めに上がっていく、6位でキラー来たな、ハリハリのケロ。よし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 、また緑打ってくるぞ、そうやね、緑打っても使うわ、もう緑打ってくんもん、明らかに俺のこと狙ってる。よいしょ、さあ前離れてんのか、うわー、もう余計ような、いや、あ、よっしゃ、押してるバナナで助かった、押してるバナナで助かった。いや今のでかいな。さあ前ファイヤーボール、後ろの敵そうやな、前に打つメリットないからな、どうせ当たらへんやろ、前に、後ろに、うわー、もう、うわー、セーフ、びっくりするやんけ。ちょっと差は詰まってきたな、このゴールドマリオの差は詰まってきた、ゆっくり走ってんな。よいしょ、後ろに打ってくるのはさるから、これちょっとラインズそらしたいな。赤ゴール投げろ、早く、そこの、よいしょ、なんかトゲ食らってなくない、あいつ、はあ、なんで後ろに投げんの、あいつらあれか、仲間か、ならならいいわ、もうそういうやつはもう勝手にやっとけよ、身内で遊んでるだけやろ。よいしょ、身内や、あいつら仲間同士や、許せねえ、身内や、あいつら、ほら何事もなかったのに1位2位でフィニッシュしてるやろ、ちょっと名前チェックしたろ、あいつら身内どうしちゃうか、あーちょっとどうで、あ、レート近いから身内かもしれんな、これな、身内でちょっとあの仲間でやってるんちゃう。3、2、1、ザゴー。さあチーラーです、チーラーのみ、さあまずは巻いた、さあ何人かウロチョロとアイテムを取っている人もおるが、ここはもう引っ張っていきましょう。で1回サンダー入って、うわ最悪や、やっぱり引っ張らんかったよかったっていうのは目に見えてるっていうね。よいしょ、超絶大逃げ決めないとな、あの捕まるからな、もうスーパーみたいな、もう周回遅れ急にしないともう捕まるからね、このステージすぐ捕まる、
コース一周が長いからか知らんけど、めちゃめちゃ雷も来るし、ショートカットがでかすぎる。上空ショートカットがめちゃめちゃ速いからな。とりあえずコイン探しつつ、おお、もうほらこんなに頑張ってんのに普通に抜かされていくっていう世の中ですよ。すごいよな、こんだけ頑張って走ってんのに、ショートカット勢キノコだけでも抜かされていくからね。さあ悪いジハナちゃんがいっぱいおんな。悪いジハナちゃんの中インコース切り込んでいった。よいしょ、さあちょっと、おっと神だっていった、早い。キラー回避も空いてます。みんな自由やな、もう何でもありと勘違いしてるわ。オッケー、もう一回神回避入れます。よいしょ、でかい、うまいやろ今の雷回避。ほら俺大きいなら早いで食らってないから、これが俺の雷回避よ。今の入れたからね俺ちゃんと。うわー、クラクション来い、ワンワン助けてワンワンごと吹き飛ばした。やべえ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 、うわうわうわー、もうなんじゃこりゃ意味わからん、もう何がしたいねん。よいしょ、キノイチ、うわー御堂さんかよ、うわあ、とんでもな。よいしょ、これがチーズランドというステージか。やはり雷いっぱい入るな。ダブライテバックス交換です。さあ来い、うーん木の内だけ、もうちょい回避の方が良かったか。よいしょ、これちょうどだと言っても、うわー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 、もうなんじゃこいつら、やる気を感じられへんな。よいしょ、やる気を感じられません、意味わからんけど。ちょっとちょっとな、レースゲームをやる気ないやろ、なんか間違ってない。 3,2,1 ザゴー。さあラストレース、さあラストですね、景色皆様お楽しみくださいませ。雪のね、動物の森となっております。雪景色を、そして BGM をね、楽しんでいただいてですね、最後はエンディング代わりになっていただきたいと思います。このコースの BGM にありがとうございますね。この冬の感じですね、うん、動物盛り上げたくなるな、やっぱりね。よいしょ、あの時の懐かしさ、やっぱりそのおいでよ動物盛りだなんですけどね、やっぱり僕の世代といえば、うん、なんかすごいワクワクしてましたね、その当時というのはね。はい、すごかったですね、やはり子供時代というのはやはりすごいですね。よいしょ、さあ素晴らしい雪景色、赤ゴーラ適当投げ怖すぎる。よいしょ、さあ一応独走ですね、ちょっとあの峠が起きたか、ダッシュボードで受けるわ。うんー、ちょっとダッシュボードが遠いか、悪くないだろう、ここでダッシュボード復帰あるんで大外回してコイン取ってと。さあショートカッター、ブーメラン前投げ、後ろやろそこは、うわー危ね。よいしょ、やつを潰さねばならんな、峠蔵一本で負けるわけにいかねえんだよ、峠蔵一本食らっただけでな、やつに負けるなんて嫌だ。さあ木野さんとか持ってた、うわーうますぎる、というかもうこれアイテム取れへんやん、もう勝ち。どけガキ、よいしょ。